おはようございます。ショータイムゴルフです。今日はですね、今6時半なんですけども、太平洋クラブ相模コースにやってきております。今回は何人か誘ったんですけど、誰も来れないということで一人で、プレーして撮影しながらラウンドしていきたいと思います。暑いですね。ストックもなくなってきたのでですね、ちょっと撮影しとかなきゃやばいと思ったんで一人でやっていきます。ちょっと三脚持ちながら恥ずかしいんですけども、ゴルフ場からの許可をいただいたので、堂々と取っていきたいと思います。頑張ります。このコース短いんですよね、結構なんで、最低でも60台は出したいなと思っております。期待しておいてください。ではやっていきます。10番です。中ロスの右ロックですね。右ロックです。さっきのドライバーはフェアウェイど真ん中に置くことができました。ピンはここになりますと、残りは170ヤードでやや左足下がりのライから8番でフルショットでいきたいと思います。今のショットはピンのちょっと奥左目につけました。イーグルチャンスです。残り 3m の下りのフックラインにイーグルです。いきます。朝露のせいで予想以上に重くてめちゃくちゃショートしました。でもバーディーということで幸先のいいスタートということで、11番パー3148の方ですね。ピンは、この木のちょい右にあります。146ヤードの打ち下ろしです。なんでピッチングで軽く打っていきます。ピン左手前まずまずですね。今日は、僕自身1週間ぶりのゴルフなんですよ。で相模コースも大体多分1年か2年ぶりぐらいなんですよね。短いんですけど、OB とかも結構あって結構トリッキーなんですね。で OB には気をつけて、やっていきたいと思います。5メーターぐらいのバーディーパットです。
12番です。短いのでね、ワンオン可能なホールです。こんな感じですね。ここにバンカーがあって、こっち側にグリーンがあります。ここは当然ワンオン狙っていきます。グリーンは端の向こう側ですね。なんとサブグリーンに、オンしてたので、ここから2打目ですね。まあ大体30ヤードですかね。60度でやっていきます。アプローチが下手すぎたので、ちょっと難しいバーディーパットが残ってしまいました。はい、ということで3ホール終わって2アンダーです。幸先がいいですね。13番381ヤード、こんな感じで打ち下ろしていく感じです。フェアウェイグリーンはこの斜面の向こう側です。じゃあ行きます。いい感じです。これですね、ドライバーでここまで来ました。第2打、50度で転がしていきます。ここですね、まずまずです。バーディーパットです。14番パー3、131ヤード、ちょっと後ろからです。で、感じで打ち上げですね。打ち上げのショートホールです。134の打ち上げなんで、ピッチングのフルショットで打っていきます。いい感じのところに乗りました。はい、ここに乗ってます。バーディーチャンスです。これを決めますね。